微算数理工学の第10回目の講義を始めていきます。よろしいでしょうか。はい。それでですね、年が明けたんですけども、年が明ける前から、微算確率論という話を、2回やってまして、で、講義自体はあと4回ぐらいで終わるんですけども、今日の話は、乱択データ構造とアルゴリズム、特にアルゴリズムの話ですね。で、アルゴリズムの中に確率を使っていくと。確率を使っていくとか、乱数を使っていくというような話を今日はしていきます。で、次回もそのような話になるんですけども、今日やるのはですね、こんな感じです。典型的な乱択アルゴリズムの解析ができるようになるとですね。乱択アルゴリズムと言っていて、多分、今後、定義しないかもしれませんけども、これは乱数を、使用することを許す アルゴリズムのことだと思ってください。英語でランダマイズドアルゴリズムと言います。で、使用するって言い方が、使用することを許すって言い方が割となんか、あれですね、周りくどいというか、そんな感じもするんですけども、何かを定義するっていうのはちょっと難しいんですよね。で、乱択アルゴリズムっていうのを定義するときに、乱数を使用するアルゴリズムって言ってしまうと、いいのかもしれませんけど、じゃあその乱数を使用しようと思っていて、実際使用しなかったら、それはじゃあ乱択アルゴリズムじゃないのかとかっていうふうに言われると、ちょっと困るんですよね、いろいろと。で、そういうことを言い出すと大変なので、使用することを許すって言ってます。だから実はですね、乱数使用しなくてもそれは乱択アルゴリズムになります。だけども特に、その中で乱数を使ってる場合のことを、その乱択アルゴリズムという言い方では、なんていうんですかね、含ませているというか、そういう匂いをさせているということなんですよね。だから乱数しようと思っていて、実際使用しなくても、それは乱択アルゴリズムになってしまいます。だからちょっとそこら辺の言葉の定義というのはちょっとややこしいんですけども、ややこしいというか、なんて言えばいいんですかね。言葉の定義としては、まどろっこしい言い方をしている感じがあるかもしれませんけど、そういうものだと思ってください。で、その例として、前進問題とここで書いているものは、おもちゃのような問題です。説明するためだけに使っている問題で、この名前が、いろんなところで広く使われているわけではないんですけども、ちょっと、ここでは、この名前を使って説明していきます。で、もう一つ、クイックソートっていうのは皆さんご存知なのかもしれませんけども、その中で乱数を使って良いという場合がありまして、で、その話はよく出てきますので、ここでは、典型的な例として紹介します。ということを今日やっていきます。はい。一応書いてますね。乱択アルゴリズムと何なのか。乱数を用いる、あるいは用いても良いアルゴリズムとか、用いても良いっていうのが、この用いることを許しているということだと思ってください。で、なんで、乱数使うんでしょうってことになるんですよね。わざわざなんで乱数使うんだってことになるんですけども、実はですね、乱数を使うといろんなことが、ありまして、一つ目ですね。これ、アルゴリズムを設計しやすくなります。乱数を使うとアルゴリズムを設計しやすくなるのは何なんだっていうふうに言われるかもしれませんけど、そういう例を見ていくということになります。で、二つ目。乱数を、使うとアルゴリズムを解析しやすくなるってことがあります。ですね。何を言ってるんだろうっていうふうに思われるかもしれないんですけども、乱数を使わないといろんなことがですね、途端に難しくなるっていう場合があります。で、その一つはそのアルゴリズムの解析です。アルゴリズムの解析って言ってるのは、そのアルゴリズムが正しく動くってことを証明したり、あるいはそのアルゴリズムの計算量と言われるものを正しく算定するということですね。で、そういうものが、乱数を使う方が簡単な場合があります。ありますと言った方がいいのか、そういう場合の方が多いですと言った方がいいのかっていうのは、ちょっと立場が分かれるところではあるんですけども、一応そういう現象はあります。で、三つ目ですね。乱数を使わないとできないことが、乱数を使うとできる。
何言ってるか分かんないですね。世の中にはですね、乱数を使わないとそもそも解けない問題があります。これ困っちゃいますね。そういう、典型的な問題はいろいろと実はあるんですけども、それをこの講義の中で紹介することはないんですが、乱数を使わないと解けない問題があります。もうそもそも解けないです。乱数を使わないと。解けないことが証明されている問題があります。だけども、そういう問題の中でも乱数を使うとできるっていうのがあって、だから、そういう問題に対しては乱数を使うということが非常に本質的になります。なので、だからそういう場合では、どちらかというと、乱数を使わないとできないので使ってるってことになって、その乱数の使用が本質的になります。で、今日は、この3つの、用いる理由がある中で、3つ目の話しないので、この初めの2つですね。の話が特に、関わってくる。特に2つ目ですかね。解析しやすくなるということと、あるいはラストを使うことによっていいことが起きます。いいことが起きますので、それが何なのかということを説明していきます。はい。で、先ほど言った、まずその前進問題と呼ばれるものを紹介していきます。こういう設定を考えます。何かというと、下の図にあるように、有効グラフですね。を思い描いていただきたいんですけども、そういう頂点集合は1から N まであると思ってください。1から N まである。この場合、その下の例のこれ N が10ですね。N が10の場合までだと思ってください。で、大きな数から小さな数へ向かう辺が存在していると。例えば、今、この9っていう頂点がありまして、これ4っていう頂点があるんですけども、その9から4に向かっている辺が、ありますね。ここではこの矢印のことを辺と呼んでます。で、これどこにもあると。今この9と4書きましたけども、それ以外にもその小さな方に大きな方から向かって必ず、矢印がついていると思ってください。で、ここで何をしたいかというと、どういうものかというと、行うことですね。どういうことかというと、頂点 N から始めて、辺をたどることで頂点1に到達したいと。例えば、これだから10番から始めて、最終的に、この矢印を辿っていって、1番を、に行きたいと思うわけです。思うわけです。で、問題は何かというと、その時に辺をいくつ辿れば頂点1に辿り着けるかということを聞きます。だから今、例えば、今この10番に自分がいると思ってください。自分がいると。で、その中で、例えばその1番に行く、この矢印たどれば、その時に、すぐさま1番にたどり着けます。だからその場合は、その辺を1つたどれば、10から頂点1に到達できるということになります。簡単ですね。ただですね、例えばですね、この今自分が頂点10にいるんだけども、そこからこう9個、この矢印で出てるわけですね。で、9個矢印で出てるんだけども、どの矢印をたどると、一番につくのか分かんないっていう状況をちょっと考えましょう。だから、状況としてはですね、10番っていう、今こう部屋に皆さんいるんです。で、10番っていう部屋にはですね、こう扉が、こう扉のつもりですね。扉がこう9つあると。9つあって、その扉を1つですね、開けて、進んでいくと別の部屋に行けるんですけども、どの扉を開けるとどこに行けるのかってことは、開けて進むまでわからないと。で、進んでしまうともう元に戻れない。っていうふうになってるとしましょうと。で、そうすると、だからこの10番って部屋にいるんだけども、その1番に行くための扉っていうのがどこにあるとか、こうわかんないわけですね。だからそうすると、じゃあそのどの扉を選ぶと、どこに行けるのかってことをわかんないので、何らかの、方法を考えないといけないわけですね。で、例えばこの扉を選んだとしましょうと。で、選んで、進んでいくと、残念ながら1番ではなくて、例えば6番の部屋にたどり着くとしましょうね。ここを選んでいくと、わかんないけども、6番の部屋に、じゃ6番の部屋にたどり着くとしますね。6番の部屋だってことは、わかんないかもしれませんけども、そこには5つ扉があるとします。5つ扉があると、そういう、6番の部屋だったんだなとわかるわけですね。で、そうすると、この5つの部屋、扉の中からまた1つ選んで、次の部屋に進むわけです。で、ここでも、どの扉を開けると、1番に行けるのかこう分かんないということになったわけですね。
で、まあ、例えばなんか、じゃあこの扉、開けましょうと。で、開けると、まあ、どっかに行くんだけども、例えばじゃあそこにはなんか、扉が2つあると。で、そうすると、自分はこう、3番の部屋にいるんだなということがわかるということになりますね。で、これを繰り返していって、最終的にこの1番の、まあ、部屋というか、頂点1ですね、にたどり着きたいということになるときとすると、まあ、うまくいけば、初めのこの10番の部屋で一発でですね、この1番の部屋に行けるような扉を開けることができるかもしれませんけども、まあ、そういうことが起きるとは限らないわけです。で、そういう時に、じゃあその今、例えばその10番の部屋にいて9個扉があった時に、何をするのかってことを考えた時に、じゃあまあ、どれでもいいから、一つその扉を開けて、その扉を開けた次の部屋に移動しましょうってことをまあ考える。っていうのが、まあ、普通のアルゴリズムですね。皆さん考えること。皆さん考える、私、皆さん違います。私が考えることですね。私が考えることです。で、その部屋が、もう、その扉のない部屋だったら、そこで自分は一番という頂点にたどり着くことが分かっているので、それで終了します。で、そうでなければ、もう一度その部屋の中にある扉の中から、一つの扉を選んで、任意に選んで、移動するということをしますね。で、そうすると、運が悪い場合には、つまり最悪の場合ですね。最悪の場合には、もうたどり編の数というのは n に引く1になるわけです。どういうことかっていうと、10番からスタートして、1つ扉を開けるんだけども、その時に行った先が、まあ、9番かもしれないです。で、9番の部屋には8個、扉があって、そこでまた1つ扉を開けて、進んでいくと、8番の部屋にしか行けないかもしれないです。そんな感じで、この全ての部屋を経由して、1番にたどり着くってことは、まあ、あり得るわけですね、最悪の場合に。だから、その最悪の場合には、この方法では N-1個の、扉を開けて進んでいくことになるわけです。一方で、まあ、運が良く、この10番の部屋のところで、その開けた扉が1番の部屋に通じていれば、最善の場合には、つまりこの1回の移動で、まあ、進むわけですね。いいですか？ってことなので、まあ、その、いい場合には1回開ければ進むんですけども、良くない場合、最悪の場合には N-1回、その扉を開けて進んでいくということになるわけです。だからこれは、その、まあ、最悪計算量というふうに言ってますけども、ここではね。その、開ける回数を考えたときの、その最悪の場合の話を考えると、まあ、あんまり良くないわけですね。N-1回、扉を開けることがあるかもしれないわけです。で、まあ、そういうことなので、まあ、困ったなって感じはするんですけども、で、これが、皆さんがよくやる、その、いわゆる、その最悪計算量の解析というようなものになるわけです。ここまでいいですか？まあ、なんかつまんない例なので、なんでこんなことをするんだっていうふうに思うかもしれませんけども、まあ、ここから話が変わってきます。いいでしょうか。で、今ですね、ここでは、この任意に選ぶってことなんですね。で、ここで、その、じゃあ、この任意に選ぶんじゃなくて、確率的に選ぶってことをしましょう。任意に選ぶってことと確率的に選ぶってことは違うんですけども、まあ、その違いを理解するのは、ちょっと難しくって、だからまあ、この例でまず見ておくことになりますね。何をするかというと、先ほどは任意に一つその扉、次に行く、たどる辺を選んでたんだけども、そうじゃなくって、一応分布に従って選ぶってことをしようと思います。どういうことかというと、先ほどその今、先ほどですね、この10番の部屋には、扉が9個あるっていうふうに、こう言ったわけですね。9個あると。扉が9個あると言ったんですけども、じゃあその扉は9個あるんだったら、それぞれの扉を9分の1の確率で選ぶということです。一応分布に従って選ぶというのは。それぞれを9分の1の確率で選ぶですね。先ほどその任意に選ぶって言ったのは、どれでも好きなものを選ぶんですけども、その好きなものの選び方は、まあ、問わなかったわけです。どういうふうに選んでもよかったんですけども、ここでは一応分布に従って、その確率的に選ぶことを強制してます。強制してます。ですか。で、そのように選んだものを使って、次の頂点に進んでいくということをします。ですね。で、それでその1番にたどり着いたら終わると。
ということですね。で、これをその何が変わるかというと、最悪な場合に、この全ての頂点をやっぱり辿ってしまうというのはこれ変わりません。し、一番いい場合に1回で1に辿り着けるっていうのも変わりません。変わりませんけども、何かというと、この確率的に選んでいるので、この確率的にどれくらいの、辺を辿って1番に辿り着くのかってことが解析できるようになります。で、実はこれが割と少ないってことを今から言ってきます。いいですか？このアルゴリズム自体はいいですか？いいですか？で、今から証明するのは何かというと、この何択アルゴリズムですね。この一様分布に従って辺を選んでいくというアルゴリズム。これ今、このアルゴリズム2と書いてますけども、これが、たどる辺の数の期待値は HN マイナス1です。だから最悪の、そうかそうか。ですね。HN マイナス。で、HN マイナス1って何だったかっていうと、これ下の復習でありますけども、これは調和数です。調和数っていうのは、これですね、下にあるように、1プラス2分の1プラス、点点点プラスですね。だから、前に出てきたときは、HK と書いてたかもしれませんけども、これは、i が1から k までの k 分の1の和ですね。これから、k 次調和数です。で、前々回かな？前々回に出てきたんですけども、これは大体、ログ N ぐらいだっていうことも、前々回では言ってたと思います。ですか？だから、何が言いたいかっていうと、この下の方ですね。このランタカアルゴリズムがたどる辺の数の期待値は、オーダーログ N になります。まあ、オーダーログ N って、まあ、言っていいですか？これ正しいですね。オーダーログ N です。だから、最悪の場合には、オーダー、さっきの言ったら言うと、この最悪の場合、最悪の場合に、たどる辺の数っていうのは、まあ、N マイナス1だったわけですね。まあ、これ、無理やりオーダーで書こうと思うと、オーダー N になるわけですけども、まあ、無理やりオーダーで書く必要はあんまりないですが、まあ、書いたとするとオーダー N なんですけども、このオーダー N とオーダーログ N っていうのが、これ圧倒的に違うっていう、まず感覚を皆さんは、そのアルゴリズム的に持ってほしいんですよ。これ非常に重要で、N は N です。当たり前なんですよ。で、ログ N っていうのは、もうこれほぼ定数なんですね。これ、ログ N って N を大きくするとこれ発散するんですけども、多分この発散するってことを、現実的に目で確認した人多分いないと思います。何言ってるかわかんないかもしれないですけど、ログ N っていうのは N を大きくするともちろんこれ発散するんですけども、これ発散するのはあんま見えないです。グラフ書いても。グラフ書いても見えないし、数値見てもあんま発散するように見えないです。だから、もうこれほぼ、だから、まあ、なんて言われるんでしょうね。すごく小さいです。だから数学的に見ても、ログ N に対して N っていうのは指数関数的に大きいんですね。何言ってるかわかんないです。N っていうのは、どうしようかな。E のログ N 上なわけですよね。だから、ログ N に対して N っていうのはこれ指数関数的に大きいんですよ。だから、少しすごく違うんですね。すごく違うとしか言いようがないんですけども。すごく違います。だから、確率を使うと、すごく、期待値が下がるってことを言いました。言います。今から。で、それ今から、じゃあ、これ証明することって言ってるんで、証明していきます。いいですか？流れはいいですかね。これやっていきます。で、証明なんですけども、今ですね、じゃあ、頂点 K にいるとしましょう。頂点 K。先ほどその N っていうのは10だったんですけども、そのまあ、ある程度こう進んでいって、今こう頂点 K にいますよっていう状況を考えます。で、頂点 K から、なんかいくつかこう、辺を辿っていって、1に辿るまでに、到達するまでに辿る辺の数っていうのを確率変数として、RK っていうのを形で書きましょうというふうに定義します。もう一度言うと、RK っていうのは確率変数で、頂点 K から始めて、頂点 K 到達するまでに辿る辺の数です。これは、どの扉を選ぶのかっていう、その選択に依存しますか、確率変数になります。整数です。確率変数として、なんだ。値は整数と言います。いいですか？で、これが満たすべき全化式っていうのを作っていきます。
で、まずですね、R1 に対しては、その R1 の期待値は0です。R1 ってつまりその頂点1から始めて、頂点1へ到達するのに取る辺の数なので、これ0ですね。もうすでに頂点1にいるわけですから0です。だから期待値も0です。で、一方で、じゃあ、K が2以上の場合はどうなるかっていうと、ここに書いてあるのは人化式ですね。人化式じゃなくて、人化式で言うのは言い過ぎで、K っていう、今、頂点にいると考えているんですけども、1に到達するまでのことを考えているんですけども、その K から初めに移動する頂点を i とします。で、この i によって場合分けをしていくとします。ということを書いているのがここです。これはその i によって場合分け。その K の次に、たどり着く頂点を i として、それで倍分けしています。で、どういうふうに倍分けするかというと、まずその i に進むって言ってるんで、その i に進む確率をまず考えます。それは今ここですね。頂点 k から頂点 i に向かう辺を選ぶ確率を考えます。で、その事象が起きたときに rk が何になるのかっていう、条件付き期待値を書いてるのがこの上の部分です。頂点 k から頂点 i に向かう辺を選んだという条件のもとで RK の期待値なんでしょうと考えます。で、その和として、この RK の期待値をかけるということですね。で、このような考え方は、第1回の時でもやってたと思うので、それと同じことをやっています。第1回じゃなくて、2回前ですね。2回前のその離散確率論としての初めの回でやってる通りで、まあ、この考え方をよく使うわけです。和訳ですね。しました。で、今この黄色で書いてるところですね。これは頂点 K から頂点 i に向かう辺を選ぶ確率なんですけども、頂点 K から出ている辺の数ってのはこれ K-1 なので、この確率は K-1分の1です。いいですか？いいですか？で、一方で、この上の方ですね。これ何かというと、頂点 K から頂点 i に向かう辺を選んだという条件のもとで RK の期待値考えてるんで、これ何言ってるかっていうと、もうすでにここの i に移動するってことは、これもう確定してるわけです。で、そこから1に至るまでに何回移動しますかってことを考えると、これはつまり、これはどう書けば、まずその k から i に動くことが確定してますから、1回は、その1つの辺はまずたどるわけです。この1つの辺ですね。k から i に向かう1つの辺は、たどることが確定していって、その後に i から1に移動することを考えますから、そのところの、期待値っていうのは、ri の期待値になります。いいですか？いいですか？ここがポイントですね。だからこの条件付き期待値がこのように書けるっていうのがポイントで、で、そうすると、あとはこの今、書いた式をまとめて、この和に突っ込んであります。そうするとこんな感じになります。今、ここに書いてあるのは、今上で言った、その、1プラス E の RI と、これ、まあ、等しいですね。期待値の線形が等しいですね。はい。という形で書きます。で、あと、じゃあ、ちょっとこれを整理します。で、整理すると、こんな感じになりますね。まだ整理されてないですね。こんな感じですね。次ですね。これね。こうなりますね。よろしいでしょうか。で、これが、K が2以上の時に成り立つ式になります。で、そうすると、左辺は、RK の期待値であって、右辺の方は、RI の期待値の和が出てきています。だからこれはですね、この ERK に関する、全化式ですね。全化式を導いたことになっているわけです。よろしいでしょうか。だからあとは、この全化式を解けば、この期待値がわかるということになります。ここまでいいですか？まず、この、全化式が導出できるってところが重要で。いいでしょうか。じゃあですね、これ解くわけですね。解くって言ってるんで、まず、どういう全化式かっていうと、まあ、こういう全化式だってことを、まず、もう一つまとめますね。K が1の時には、これ0です。そうじゃない場合には、この和が出てくる形で書けると。そうするとですね、これ解きたいんですけども、まあ、この、まずこの和がですね、和が厄介なんです。ただその和を消したいっていうことをしたいですね。で、和を消すのはですね、それは
年が変わる前ですね、多分2、3、この授業の2回目か3回目ぐらいの時にやった技法があって、それを使うことになります。で、もう一個やってるのはですね、この k-1 分の1っていう、この分数なんですね、分数というか、k-1 っていうのが、この、なんていうんですかね、分母に出てきてるのが、これがいやらしくて、そこでもなんかうまく扱ってあげる必要があるので、この対処法を今から考えていきます。で、それですね。つまりですね、まず、この再帰式は線形の全化式じゃないんです。だから、その線形の全化式解くような方法をそのまま使って解けないわけですね。で、ちょっと考えるんですけども、じゃあ、まず何するかっていうと、この k-1 分の1、これ、嫌なんで、両辺 k-1 倍します。で、これ、見た目上消します。で、そうするとこうなりますね。k が2以上の話ですけども、こうなります。で、これは今、k が2以上のところで成り立っているんですけども、だから今これ、同じ式書いてます。同じ式書いてます。で、じゃあこれ、一つずらしたものを考えますね。そうすると、今、何がずらしたかっていうと、もともとこの k だったところが、k-1 になっています。ってことなので、上の式は、k が2以上のところで成り立っていたので、この新しい式は k が3以上の時に成り立つ式になります。ですね。で、その k が全部 k-1 にずれたものが下に書いてあります。それはいいでしょうか。そう確認していただけると分かると思います。ここ k ありますね。k、k、k、ここになりますね。4箇所の k が全部、書き換わっていると k-1 に。いいですかね。で、そう思ったにするかっていうと、これは上から下引きます。で、上から下を引くと、両方の式が成り立っている範囲っていうのは k が3以上の時なので、k が3以上の時には、その上から下を引いたこの式が成り立ちます。いいですかね。左辺はそのまま引いただけで、右辺の方は、この和の部分を比べると、そこからは、i が k-1 の場合だけが残るので、それがここに出てくるところですね。いいでしょうか。で、そうすると、この式は割ともうなんか解ける形に近づいてきてるんですね。どういうことかっていうと、これ、書き換えると、こんな感じになります。なんでかっていうと、上の式では、その、r-1 の期待値っていうのは両辺に出てきてるので、それを今まとめました。まとめました。右の方に。まとめて、ここに書きましたですね。ですかね。で、そうすると、これ k-1 で割りましょうかね。割るとこんな感じになりますね。ですかね。k-1、k 3以上ですから、k-1 は0じゃありませんから、これ割れます。そうするとこんな感じになります。で、そうすると何かっていうと、RK の期待値は、RK-1 の期待値に何か足したものっていう形になってるわけです。ですね。だから、この形から、この RK の期待値が何なのかってことは簡単にわかります。簡単にわかるのは何かっていうと、今分かった式はこれですね。今これ導かれた式です。で、そうすると、この RK-1 の期待値に対しても同じ式を当てはめると、そこは、e の r-1 っていうのが、k-2 分の1、プラス r-2 の期待値になります。いいですね。こんな感じになりますね。同じことを適用するわけです。で、これ、繰り返していくと、最終的に、2分の1プラス e の r-2 まで落ちていきます。で、e の r-2 何なのかっていうと、これは実は、まだ計算してないんですけども、e の R2 は何なのかっていうと、先ほどの式から、2マイナス1分の1かける、ここに和があって、i が1から1までの、ER1 と、RI という形になります。1プラス。1プラスが、1プラス、こうですね。ちょっと戻りますね。もともとの全化式があって、これですね。もともとの全化式ですね。このもともとの全化式の K に2を入れたら、今の式が出てきます。すいません。説明がいけないですね。ここですね。で、これ計算すると、1プラス1分の1で、E の R、1になりますけども、 e の r1 っていうのはこれ、0ですから、これで1になるということになります。で、それがここに書いてあります。いいでしょうか。
ということで、これ全部足すと、結論としては、HK 比が出てくるということになります。まあ、この書いてあると、厳密には数学的機能法でやるんですけども、ここでは、こうやって、一個ずつ照らしていくと、こうなりますよって形で説明しています。厳密には数学的機能法でやります。数学的機能法で、こうなることを証明します。ですかね。よろしいでしょうか。だから、RN っていうのの期待値は、HN-1 になるということになります。よろしいでしょうか。ですか。で、今は期待値を言ったんですね。期待値が、まあ、ログ N ぐらいになる。オーダーログ N までと言ってると。だけども、その最悪の場合には、先ほど言った通り、N-1 個の辺をたどることはあるかもしれないわけですね。で、今から言ったのは何かっていうと、実はその最悪の場合で起こる可能性っていうのはすごく低いですよってことを言います。で、マルコフの不等式っていうのを使うと、こういうことが言えますよというふうに、ここにまず書いてありますね。何かっていうと、その RN が、その期待値の2倍を超える確率はどんなものですかっていうふうに言われると、そのマルコフの不等式を使うと、これが2分の1以下ですってことが言えますっていうのが、これまでも何回かやってきたような話になります。はい。で、実は、もっと低いです。ということを、もっと低いということが証明できますってことを、この後、休憩の後で、このチェルノフ状態の技法ですね。これを使って証明してきます。だから、チェルノフ状態の技法っていうのは、2回前に1回で、説明しましたけども、ここでもう1回その説明して、この最悪の場合が確率的には起きにくいんだってことを今からやっていこうと思います。はい。では、2分ぐらい休憩してその話に行きます。じゃあ、休憩します。しますね。休憩するための準備が。休憩するための準備です。はい。じゃあ、2分休憩します。はい。それでは休憩を終わりにします。じゃあ続けていきます。今話をしたのは、この人身問題っていうものに対して、乱数を使って、その各頂点から次にたどる辺を一応分布に従って選ぶと、そのたどる辺の数の期待値がオーダーログ N になるっていう話をしたんですけども、最悪の場合が起こるんだとか、あるいはそのログ N よりも極端に大きな数の辺をたどって1に至ることになるっていう確率が小さくなるってことを今から言ってきます。そのためにこのチェルノフ状態の記号を使うということになります。で、何をするのかっていうと、先ほどはですね、RN っていうその、
確率変数ですね。つまり、頂点 n から1にたどり着くまでに使う辺の数っていう確率変数を考えてたんですけども、ここでその代わりに、2の Rn 乗っていう確率変数を考えます。だからそのたどり辺の数を Rn とするときも、2の Rn 乗っていう確率変数がどうなのかちょっと考えます。で、その時に、ここに書いてある方を証明します。その2の k に対して、この2の rk 乗の期待値は k になります。ってことを証明します。で、まずですね、これが証明できると何が言えるのかということを先に言います。で、そうすると、ここに書いてありますね。rn ってその n から出発してって辿っていく辺の数が、2×ログ2n 以上になる確率っていうのを計算してみましょうということをします。で、そうすると、これは、その質関数が単調関数だから、単調増加関数なので、この2の Rn 乗が2の 2log2n 乗以上になる確率と等しいです。ですね。この Rn とか、この 2log2n っていうのを2の型にこう今持ってきたわけですね。だから、この事象としては変わらないわけです。で、この2log2n っていうのは、この n 事象とこれ等しいですから、ね、これ、こういうことが等しいですから、この確率っていうのは、2の Rn 乗が n 次乗以上になる確率の一つになります。で、ここで、マルコフの不等式を使うと、これは、2の n 乗分の2の Rn 乗の期待値以下になります。もう一つ、マルコフの不等式、復習しておくと、Z っていう、これです。0以上の値を取る確率変数。今、右上に書いてますね。確率変数と t っていう正の実数があるときに、z が t 以上になる確率は t 分の z の期待値以下ですという、こういう、不等式でした。これはマルコフの不等式ですね。で、今、この Z のところが2の Rn 乗になっていると思ってください。ですか？で、この上のですね、この、2の Rk 乗の期待値が K であるということが証明できると、この分子ですね、この2の Rn 乗の期待値ってのは、これは N になります。N になりますですね。つまり、この式は N 分の1以下と、こうなるわけですね、全体として。何を言ってるかっていうと、Rn が、つまりその、たどり辺の数が 2log2n 以上になる確率が n 分の1以下だって言ってるんだから、余事象を考えると、これですね。Rn が 2log2n 未満になる確率っていうのが、1マイナス n 分の1以上になります。ですか？で、これは、n を無限大に持っていくと、これ1に収束するわけです。何を言ってるかっていうと、まあ、n が大きいときには、この rn っていうたどり辺の数が 6n の2倍未満になる確率っていうのはすごく大きいということがこれでわかるわけです。いいですか？という形で、まあ、その、良くないことと、先ほど言ったみたいに、その n 低い個の辺をたどってしまうような事象っていうのは、そんなに起こらないなってことがこれでわかります。で、そうすると、この後しなくちゃいけないのは、この証明作業ですね。これを証明することになります。で、これをやっていきましょう。で、やることは先ほどと同じです。前化式を作っていただきます。で、先ほどと同様なステージって考え、進めると言っているので、この2の Rk 乗に関、の期待値に関する、前化式を作っていくんですけども、まずそのために、この2の R1 乗の期待値と2の R2 乗の期待値というのをまずこれ作っています。先ほどですね、R1 の期待値っていうのが0で、R2 の期待値っていうのが1だってことは、これ言ってましたね。であると言ってたんだけども、注意しながらしなくてはいけないのは何かというと、だからと言って、E の2の Rk 乗の期待値は2の
いいの、あ、だからと言ってとか、ちょっと、これ、だからと言ってちょっと、これは、今から説明したいことと違うので、ちょっと、ここは、言いたかったことと違うので、ちょっと、消すと、ちょっと待って、ね、今、この注意はちょっと、ああ、これうまくいかないかな。あ、うまくいかないな。しまった。これはうまくいかないですね。これはどうしようかな。ちょっと戻して、戻るかな。落として、すいません。これちょっともう一回消して。これはこれなんだけど、ちょっと、じゃ下の方に、中書きますね。中書くと何かっていうと、2の RK 乗の期待値が、2の、RK の期待値乗になる、ちょっとこの書き方みたいな、イコールとは限らない。これは注意してください。これはその一般的な注意ですね。この期待値を取るっていう操作はこういうそのいい性質持ってませんから、とは限らないというのは注意なんですけども、ただ、上のところではちょっといけないこと書いていて、いけないこと書いてるっていうのは、あたかもこの中に書いてあるこのイコールが正しいかのように、この部分、今この広くしたところが書いてるので、これは、厳密に言うと間違ってます。だから私は多分間違ったことを書いてるんだけども、この説明としては。だけども、結論は正しいです。結論は正しくって、2の R1 乗の期待値は1になります。で、2の R2 乗の期待値は2になります。で、これは今、そう、この説明の仕方が間違ってるなと今気づいたんですけども、初めの方はちゃんと書きます。じゃ、初めの方ちゃんと書くと、これ何かというと、2の R1 乗の期待値を考えるんですけども、どうすればいいかな。どう説明すればいいかな。ちょっともう説明の仕方に困ってしまいますね。どう説明すればいいのかな。これはここに書かれてるのが正しいんだけども、その、ちょっと説明する日本語が見つかんないんですよね。だから結局その R 値っていうのは、その頂点1から頂点1に行くときに辿る辺の数を表してるんですけども、それはその確率的じゃないんですよね。その何があってもこれ0なんですよ。だからこの上の式これ正しいんですけども、だからこれ、これは上の式が正しいとしかこれ言えないですね。この R1 っていうのは、この R1 っていうのはこの何があっても0なんですよね。だからその期待値とっても、だからその、この2の R1 乗っていうのは、そのどんなことが起きてもこれ2の0乗なんですよ。2の0乗なんですよ。だからこれ2の0乗になります。で、2の0乗は1です。って説明しかちょっと私はできないですね。すいません。ちょっと日本語は不慣れで。いい日本語が出てこないんですけども、まあそういうことになります。わかるでしょうか？ちょっと。あんまり説明した気になってないんですけども。いいでしょうか？で、後ろの方は、ここに書かれていることはこれ間違っていて、間違ってはいないんだけども、説明が、これでは、何が何だかわかんないんで、これもう少しちゃんと書くと、2の R2 っていうのは何かっていうと、正しいんだな。やっぱりこれ結論は正しいんだけども、どう説明すればいいんだろうな。そうか、そうか、分かったぞ。分かったのは何かっていうと、ちょっとすいませんね。ちょっと今、私は瞑想してるんですけども、まあ、瞑想してるってことは、まあ、皆さんは見て分かると思います。瞑想していて。ちょっと、この、2の R2 乗の期待値が2になると、これ正しいんですけども、これ一旦これ保留しておきます。保留します。で、なんで保留するかっていうと、このすぐ後で K が2乗の時の話をするんで、で、K が2乗の話の結論から、この、2の R2 乗の期待値が2であるということが導かれます。すいません。そういうふうな流れにします。すいません。だから先に K が2乗の一般論をまず話します。すいません。しますね。で、
瞑想したな。瞑想したんですけども、ここに書かれてる式ですね。この式は、先ほど書いた式とほぼ同じで、何かっていうと、その、K の次に、たどり着く頂点 i に関して倍分けをしていると。に正して、これまた書いてます。だ同じですね。書き方同じですね。その、頂点 k から頂点 i に向かう辺を選ぶ確率に、その事象が起きたという条件のもとで考えている確率変数の期待値を取っていると。和を取っていると。に形になっています。いいですか？で、あとは、この確率の部分と、条件付き期待値が何なのかということを考えるわけです。で、そうすると、これ先ほどと同じなんですけども、この下の方の確率は k-1 分の1です。これですね。この部分ですね。これ k-1 分の1です。で、条件付き期待値の方なんですけども、これも先ほどと同じで、rk の部分が1プラス ri に変わります。ですね。rk が1プラス ri に変わります。いいでしょうか。で、あとはこれ計算していくわけです。そうすると、この部分、この中身は、この部分ですね。この中身は、2×2 の ri 乗ですね。ですね。で、それ今ここに書いてますね。いいでしょうか。で、その2を出したのが、この下の式です。この2ですね。この2を前に出したのが下の式です。これがこれ、期待値の線形性ですね。ですね。という形で、この式が出てきます。この式が出てきます。で、この式の K に2を入れると、上の、2の R2 乗の期待値が2になるということがわかります。すいません。流れが良くなかったですね。はい。ここまでいいでしょうか？ここまでっていうのは、ここまでですね。ここまでいいでしょうか？ちょっとまあ式をずっと、じっと眺めてもらって、確認してもらうということですね。いいでしょうか？いいですか。で、これですね、再帰式ができたので、この再帰式を解くわけです。解きます。で、この再帰式は、実はさっきよりも、まあ、実は簡単なんですけども、まあ、同じように解いていきます。で、まあ、先ほどと同じように、この k-1 分のなんとか、今この2が出てきてますけども、これがちょっとやらしいので、まあ、これ処理していきましょう。これ同じようにしますけども、まず両辺を k-1倍して、先ほどの分母消しますと。そうすると、1個ずらしたものですね。1個ずらしたものをここで作りましたと。1個ずらしたので、K の範囲が変わりますと。成り立つ K の範囲が変わりますと。こういうのをですね、いちいち追っていくのが重要です。いちいち追っていく。ちゃんとこれずらしたら、そのずらしたものの成り立つ範囲これ変わりますから、でちゃんと追っていってください。そうすると、上から下を引くと、ここに書いてある式が得られますとですね。K が3以上の時に、この式が得られますということになります。そうすると、これ割とこれ簡単な式なんですね。簡単な式かどうかと、全然わかんないかもしれませんけども、こんな感じになります。で、これに対して、先ほど同じことやっていきましょうと。今、その、一番上に書いたのが先ほどの式ですね。で、つまり、この素影字を、この RK のところの K を K-1 にすると、なんか前にこう出てくるって形になってるわけです。いいですかね。で、そうすると、じゃその K-1 を K-2 にしたら、また別のものがこう作ってことがこう分かるわけですね。ってことを繰り返していくと、最終的に、この所有字が2になったときには、前に2分の3がつきます。2分の3がつきます。で、この2の R2 乗の期待値。これは、先ほど言ったんですけども、これ2でした。でした。で、そうすると、この式見ると、K-1 分ごと分子なんかこう消えましてと。いう感じになって、これ消えていくんですけども、k-2 もこれ消えまして、で、3も消えるはずで、で、これ2も消えるんですね。これ。そうすると残ったのは k だけど、ということになってみると、証明したかった e の2の rk 乗の期待値が k になるという結論が得られるということですね。今、この式で示しているのは k が3以上の時の話なんだけども、これは k が1の時も成り立ちます。ですね。ということで、証明できました。ということになります。厳密には 数学的な方でやりますね。これは先ほどと同じなんですけども、まあ、だから今はちょっと、説明には、ちょっと、簡便な方法を使ったということになります。よろしいでしょうか？よろしいですか？
特に何もなければ済みますね。今じゃあ一応結論というかまとめをしますと、この前進問題、乱数使わなかった初めのアルゴリズムでは最悪の場合 n-1 個の辺をたどるということを言いました。で、乱数を使ってその辺の中から一つを一応分布に従って選ぶってことをすると、最悪の場合に n-1 個の辺をたどるってことは変わらないんだけども、期待値としてはログ n ぐらいしかたどらないことになりますし、そのログ n 個の辺をたどるということは高確率で起きるということが言えますし、特にその最悪の場合が起きるってことはほとんどないと、ほとんどっていうのがあんまりないという、まあ、それも数値的にわかるという、数値的に、数学的にわかるということが言えました。で、まあ、結論としては、これですね、この乱数を使うことで高速に問題を解けたということになります。だから、まあ、そうですね。まあ、そういう結論が言えますということになります。よろしいでしょうか。だから、まあ、これがその乱数を使うことのご利益、いいことの一つになります。よろしいでしょうか。はい。では、ちょっと次の話をしていきますね。今、この前進問題っていう、まあ、割とその簡単な例というか、おもちゃのような例で、このランダムアルゴリズムの、まあ、雰囲気ですね。と、その解析の雰囲気もお見せしたんですけども、もう少しその実際に使われるような例について話をしていきたいと思います。で、それがそのランダムクイックソートの話です。で、クイックソートをご存知でない方は、なんかそのジェスチャーで示してもらっていいですか？皆さんご存知ですか？じゃあ、ランダク、じゃなくて、クイックソートって言葉を、どうしようかな。まあ、じゃあ、クイックソートが何なのか知ってるっていう人は、なんかこのサムアップか、笑顔かなんかで反応してもらって、そうじゃなくて、聞くのが初めてとか、なんだか思い出せないっていう人は、なんか涙を流すような、なんかジェスチャーをいただいてもいいですか？ですか？ズームには涙を流すってジェスチャーないんですよね。だから、コメントスクリーン使ってないといけないんですけど、コメントスクリーンない人はどうしようかな。ちょっと今からパッとコメントスクリーンの QR コードは出せるけど、URL が出せないな。いいですかね。じゃあ、あんまり良くないっていうジェスチャーない感じがしたので、本当かな？ちょっと待ってね。こうですね。そうですね。じゃあ、ありがとうございます。出してもらったコメントスクリーンの、URL。ありがとうございます。じゃあ、なんか、もう一度聞きましょうかね。なんだっけ。クイックソートをよく知らないっていう人、なんかそのコメントスクリーンの方で、なんか涙流すとか、なんかそういうジェスチャーをしてもらってもいいですか？いいですか？特にないのかな？サムアップはいただいたので、じゃあ、いいとしますね。いいとするんだけども、まあ、ありがとうございます。たくさんいただいて。一応、まあ、簡単にじゃあ、復習はします。簡単に復習はして、まあ、ソーティングとかソートとか整列問題と言ってるのは、一応、これは異なるって言いますね。異なる N 個の数からなる配列が与えられたときに、それを並び替えて小さい順にします。ここで書いてる例では、この83517924っていう、まあ、これ配列というか、配列でいいでしょうかね。配列があったときに、それを123456789と。6ないですね。123456789と並び替える。っていうような問題です。で、これは基本的な問題で、皆さんよくご存知かもしれないですね。で、異なるとします。ちょっと異なるとしておかないとですね、いろいろと嫌なことが起きるんで、異なるとしておきます。実際ですね、この整列問題の解析っていうのは、この異なる数の配列を考える場合と、そうじゃない場合で、割とですね、話が変わってきて、ややこしいんですね。で、まあ、この授業ではあんまりややこしいことを考えたくないので、異なるとします。異なるとします。で、クイックソートって言ったのは何かっていうと、こういうアルゴリズムです。基本的な考え方。これは再帰によってソーティングを行うアルゴリズムの一つです。で、何かっていうと、まずその A から要素を一つ選択します。これ何選んでもいいんですけども、一つ選びます。で、その要素のことをこれピボットと呼びます。ピボットと呼びます。そうですね、ピボットと呼びます。まあ、なんか日本語で呼ぼうと思う、習熟とかって、軸かけるかな、習熟 っ
っていうふうに言ったりしますけど、枢軸っていう日本語で書いた方がわかりにくいかもしれないので、ピボットと言いますね。ピボットと言っています。で、これを使ってですね、この A を3つの部分に分割します。で、それは何かっていうと、ここに書いてますね。A1 と P と A2 です。P がピボットです。ピボット。で、A1 はピボットよりも小さい要素からなる配列です。で、A2 はピボットよりも大きい要素からなる配列です。で、ちょっと先ほどの例あったんですけど、先ほどの83517924。83517924。83517924です。A が83517924。例えばじゃあこの例ですね。まあこれ何をピボットで選んでもいいって言ってるんで、じゃあ例えばこの3を、3人、ね、3を選んでおきましょう。そうするとこれ P はこれ3になります。で、A1 っていうのは、この3よりも小さい要素がなる配列なんで、これはこの場合は1、2ですね。で、A2 っていうのは3よりも大きい要素がなる配列なんで、じゃあ、まあ、この場合、その A の順番をそのまま A2 に持っていくとすると、8、5、7、9、4ですね。こうなりますね。で、こういうふうにします。で、何をするかっていうと、次、3番目ですね。A1 と A2 を再帰的に整列します。A1 から、その A1 を整列した配列 A1 プライムを作ります。これ今1、2ですね。で、A2 を整列したものを A2 プライムとすると、これが4、5、7、8、9ですね。こうなりますね。ですね。で、何をするかっていうと、最後ですね。A1 プライムと P と A2 プライムをこの順に連結して出力する。上に書きますけども、これ出力は何かっていうと、まずは、この A1 プライムを出力します。だからまず1、2が出力されます。で、次に出力するのはこの P です。ああ、書いちゃった。P です。あ、今日なんか選び方が、この P です。だから、次は3を出力します。で、その後は A2 プライムですね。これ出力します。これ、そうすると4、5、789ですね。っていう感じで整列されると。で、これによって整列が新しく行われるってことは、まあ、あれですね。皆さんにとっては、多分、プログラミングツール論とか、アルゴリズム論第一とか、まあ、そこら辺でやってる話かもしれない。まあ、証明するのもそんなに難しくない。正しく必ず相当できます。よろしいでしょうか。まあ、これですね。これがクイックソートですね。で、クイックソートはですね、難しいんですね。難しい。今までこう簡単とか言ってるような、突然難しいとか言い出すんですけども、何が難しいかというと、自由度が大きすぎるんです。えっとですね。これなんか、あたかも、これ、アルゴリズムであるかというと、これ書いてるんですけども、これ自由度が大きすぎて、これだけ見てもですね、どうやって実装したらいいかよくわかんないんですけども、まあ、この考え方に沿ったものが大体、これ、テイクショートと言います。でですね、アルゴリズムとは何かとかっていうことを話し出すと、まあ、ややこしいんですけども、こんなに自由度があるものをアルゴリズムと呼んでいいのかどうかっていう議論もあります。議論もあります。で、ですけども、まあ、この考え方に沿ったものがクイックソートですね。で、この考え方に沿ったものがクイックソートなので、クイックソートの実装の仕方ではたくさんあるわけです。たくさんあるわけです。で、しかも、まあ、実装レベルまでいかなくても、もう少しその抽象的なレベルでも、ここに書かれたことを詳しくする必要があって、で、その、ポイントの一つは、初めのところのピボットをどのように選ぶかってことです。ここが非常に重要なところがあって、で、まあ、それはそのピボットの選択ですね。あと、A1A2 っていうその小さな配列ですね。これをどのように作るのかっていうこともちゃんと決めないと、まあ、アルゴリズムの記述としては不完全というか、まあ、自由度がありすぎるんですね。まあ、他にもいろんなところがあります。で、まあ、特にその二つが大きいです。で、このピボットの選択法、まあ、ここでは、まあ、よく使われるものと、よく使われるというか、よく説明されるものとして3つ挙げてるんですけど、もう、配列の先頭の要素をピボットとするとか、先頭の3要素の中央値をピボットとするとか、配列の中のランダムの要素をピボットとするっていうのがよく説明されます。で、今日注目するのは、この最後のランダムの要素をピボットとする。っていう話です。つまり、ここでは、その乱数を使ってピボットを選択するってことをします。で、ランダムなって言ってると、まあ、どういうランダム性なのかってことをはっきりさせる必要もあって、そこもいろんな話があるんですけども、この講義、今日は、
各要素が選択する確率は同一である。つまり一応分布に従って一つピボットを選ぶっていう方法を考えます。でそうすると、まあ、その乱数を使用するクイックソートという話になるわけです。でですね、もう一個ですね、この AHA の作成法っていうのもあるんですけども、あ、それはここで書かれてないですね。今日の話では、先ほどの例でやったように、A にあった元々の配列の順番をそのまま保存して AHA2 を作るってことを形にします。っていうのは重要なのかな？ちょっと待ってくださいね。ということは重要なのかどうかちょっと今わかんないんですけども、まあ、そういうことにします。そういうことにします。で、まあ、そんな感じ、気持ちで、疑似コードプログラムとか書いてきました。これは、このままだ全然動かないんですけども、まあ、まず説明しますね。それ、まあ、A という配列を取ってきて、このクイックソートという、まあ、メソッドというか関数を動かすことにしましょうと。で、A の長さが0だったら、だから A が要素を持ってなかったら、まあ、そのまんま、まあ、何も返せないという形にします。で、3番目、つまりこれそうじゃない場合ですね。だから A が要素を持っている場合には P っていうのを A から、一応ランダムの一応分布に従って一つ要素を選んできて P というものとします。で、まあ、A から P を取り除きます。これ4行目ですね。A から P を取り除きます。でそうしたら、残っている、A に残っている全ての要素 E に対して次をしますと。で、何するかっていうと、プリント G します。だからここでその何かをするんだっていうことを、後でこの、出力された G の個数をカウントするので、まあ、ここでプリント G してます。で、何をするかっていうと、この E という要素ですね。今この考えている E という要素が A1 に入るのか A2 に入るのかってことを決めます。で、P が E よりも大きかったら、E が P よりも小さかったら、E を A1 に加えます。でそうじゃなかったら、つまり P の方が E よりも小さかったら、A の方に E を付け加えます。ということをして、A1 と A2 という配列を作ります。配列を作ります。で最終的に P はですね、何をするかっていうと、A1 に対して再帰的に相当したものと P と A2 に対して再帰的に相当したものをつなぎ合わせてリターンします。という形で、このクイックソートできます。ということにします。ですか。だから、まあ、この5行目から8行目のところは、その A に現れている順に従って A1 と A2 という、配列を作っているという形になっています。いいでしょうか。まあ、これ適当な疑似コードで、このまま書いてもどんな、言語でも走りませんけども、一応、ま、次のページで、まあ、Ruby っぽく書いたもの、まあ、Ruby の、一応動くものは書きました。なんですね。まあ、Ruby だとこう書けます。まあ、今、同じものです。まあ、一応その AHA2 っていうのはここでニューとして、導入してるんですけども、だからこの分だけちょっと行番号ずれるんですけども、まあ、このずれてる行番号は今4プライムとしてます。だから、まあ、その他の部分は、先ほどの、疑似コードと対応する行の番号を持ってます。これ、ここ7行目、参考になり使ってますけども、まあ、別に参考になり使うことが本質ではないですし、その、配列に付け加えるときに、この演算子何て言うんだったかな、ちょっと忘れましたけど、まだアペンドするんですけども、まあ、こうやった形で配列に付け加えられます。はい。ってことですね。あとその、あれか、一応分布に従って選ぶっていうのも、このサンプルっていうメソッドがあって、これを使えばできます。はい。まあ、これぐらいを説明すればいいですね。で、まあ、こんな感じで、できまして、実装できまして、これの解析をしたい。で何を解析するかっていうと、ここで書いてるこの G という文字を、この実行が何個出力するか。これは別の言い方すると、この比較ですね。代償比較。この代償比較を何回するのかってことに対応します。よくこの代償比較の数を数えるというのが、ソーティング、整列問題の計算量解析でよく問題にされることです。なぜこれが問題にされるのかっていうことを考えることは非常に重要なんですけども、それはこの講義のトピックではないので、それは話しませんけども、この比較回数を数えます。で、実はですね、だからこれ、やっぱりちょっと言わなすぎなくて、皆さんその、計算量って言葉を、
よく使うと思うんですけども、これがですね、困ったものであって、こういうこと言っていいのかな。私の計算量って何だかよくわかんないんですよ。で、多分、その計算量っていう言葉を使っている人の中でですね、計算量って言葉を正しく使っている人は多分0.5%ぐらいで、何も統計ありません。これ妄想です。もう今妄想を言ってます。妄想を言ってますけど。だから、何言ってるかというと、多分ほとんどの人は計算量って言葉を正しく使えてないんですね。いろんなアルゴリズムに関する本があるんですけども、間違ってるのが多いです。で、非常に困ってるんですけども、私自身は。でもそういうなんか間違った本たくさん出てるんで、もうなんか訂正しようがないんですよね。で、もうしょうがないとこな、ことになっちゃってて、で、もうほとんどの人何が計算量だかわかんないまま計算量と言葉使ってるんで、本当に困るんですけど、だからここではもう少し、明確な言葉遣いをします。だから計算量と言葉遣いはしないで、ここでは比較回数です。比較回数。先ほどの代償比較の回数ですね。ものを数えるっていう立場。だからそれは先ほどの、疑似コードで言うと、出力される G の個数そのものです。になります。で、実際その、ソーティングとか、その、整列問題を解く、アルゴリズムを解析する際に、いろんな尺度があります。今言ったのが、この比較回数、その2要素の代償比較を行った回数なんですけども、それ以外の移動回数とかですね、領域量とかですね、他にもいろんなその尺度があって、いろんな尺度を総合して解析するっていうのがアルゴリズムのはずなんですよね。ただなんかそれがですね、いろんなところでこう、混乱に混乱を生んで、なんかその計算量というわけのわかんない日本語になんか集約されてですね、誰も理解しないままその計算量という言葉を使うという感じになって非常に良くないので、ここでは計算量という言葉を使わずに、比較回数を解析します。比較回数は別の、この先ほどの、疑似コードで言うと、出力される G の個数になります。で、今からやりたいのは何かっていうと、その比較回数が何回になるのかってことを解析したいんですけども、これはですね、その、どの要素をピボットとして選ぶのかっていう、その乱数の使い方にも依存しますし、もちろん入力される配列 A にも依存します。だから、その、確率変数ですね。A という入力を入れたときに、A という配列を入力したときに、このランタククイックソートが行う代償比較の回数を表す確率変数を XA と言います。だから XA というのは A に依存しますし、なおかつ確率変数です。ですか？というものを考えます。よろしいでしょうか。だから、XA と書いたらそれだと思ってください。で、XA っていうのは、この入力A に対する比較回数を表す確率変数なんですけども、XN と書いたら、これ今、小文字の方ですね。XN と書いたら、入力のサイズを N とした時の最悪次期待比較回数を表すんです。これがややこしいですね。最悪次期待比較回数です。これ何かっていうと、これ下に書いてありますけども、ここですね。ですか。A の長さが N、A の要素数が N であるような A 配列 A をすべて考えて、それに対する XA の期待値を考えます。で、そのような XA の期待値の最大値が XN です。ですか。ややこしいですけども、これを考えます。だから何かっていうと、要素数 n の配列を、このランタククイックソートします。に入れます。で、その時に、その乱数によって、使う乱数によって、この比較回数変わってくるんですけども、その期待値を考えます。で、そうすると、その、配列によって期待比較回数は変わるんですけども、その期待比較回数の一番大きな値を取ってきます。といっても xn です。いいですか？この定義をまずちゃんと理解することが重要ですけども、いいですか？で、やるのは、この XN が小さいことを証明します。具体的には、オーダー N ログ N だということを証明します。最悪次期待比較回数ですね。この日本語すらわかる。
最悪時期待比較が、期待比較回数の最大値です。ですね。これ考えます。で、今からやるのは、先ほどのその全身問題の時と同じで、この XN が満たす全可式を導出します。で、それを解きます。それを解きます。流れはいいでしょうか。ですか。で、これやっていきますね。で、そうすると、今この XN が小さいことを証明しようと思うんですけども、XN っていうのは、この期待値の最大値なんで、この最大値を達成するような配列 A っていうのが存在するわけです。で、それに着目します。あ、まずその前になった。X0 は0です。要素数0の入力に対しては比較を行わないので、X0 は0です。だからこれがその、全可式の初めの場合ですね。で、N が1以上の場合。さっきほど言ったみたいに、XN って最大値を達成するような配列ありますから、その配列を A とします。XN が XA の期待値となるような A を考えます。A っていう配列あるんですけども、それを考えます。で、ごめんなさい。初めに入ったのは、これはこの定義そのものですね。これそのものですね。じゃあ、この XA の期待値は何なのかってことを、先ほどのアルゴリズムの動きに従って考えてみます。で、そうすると、ここではそのピボットが何であるかに関して場合分けをしています。今、AI プライムっていうのを A の中で i 番目に小さい要素だとします。で、そうすると、この AI の選択によって場合分けをしています。これはここですね。どういう場合分けをするかっていうと、先ほどと同じように、この AI プライムがピボットとして選ばれる確率を考えて、それが起きたという条件のもとで XA の期待値を考えます。ですね。だから例えば、さっきの例をちょっと思い出せないんですけど、なんか適当に書くと、8、3、1、4、2、7、9とか、こんな感じですね。ちょっとさっき違いましたね。こんな感じの時に、A の中で i 番目に小さい要素が AI プライムなので、例えば、だから A1 プライムは1で、A2 プライムは2で、A3 プライムは4とか、こんな感じですね。いいですかね。これが、あ、間違ってる。3があった。3があったら3か。3ないつもりです。3で、4で、A5 プライムが、これ5番目に小さい要素なんで、1、2、3、4、7ですね。で、A6 プライムが8で、A7 プライムが9と。こういうことですね。i 番目に伝えて、こういうことです。いいですか？で、そうすると、何を言ってたっていうと、じゃあ、例えば、この A5 プライムっていうのが、ピボットとして選ばれたとすると、この時には、A1 プライムの要素数が、A5 プライムよりも小さな要素の数っていうのは、この場合4になるわけです。で、A2 プライムの方、だから、A5 プライム、この7よりも、大きな要素の数っていうのは、これ2になるわけです。2になるわけです。ですか。だから、これ一般的に書くと、次のようになって、まず一般的に書く前に、この確率ですね。確率は、一つの要素がピボットとして選ばれる確率は N 分の1です。N 分の1です。ですね。これを送って、じゃあ、この前の方をちょっと見ていくんですけども、今、ここに書いたのは先ほど同じ式です。で、じゃあ AI プライムがピボットであるときに、A1 と A2 はどうなるのかっていうと、今 AI プライムっていうのは、ですね、A の中で i 番目に小さい要素なんで、AI プライム、これが今これピボットプライム。ピボットなんですけども、全体でこの配列には N 個要素があるわけです。で、AI プライムよりも小さなところに A1 っていう、配列を作って、AI プライムよりも大きい要素を並べて A2 っていう配列を作るわけです。で、AI プライムっていうのは i 番目に小さいわけですから、A1 の中には、これ i-1 個要素があることになります。で、A2 の方には n-i 個要素があることになります。よろしいですか。そのため、ここに書いてあるような式が成り立ちます。で、最強尾出しにおいて、A1 と A2 に対してまたクイック相当を適用します。ですか。
で、そうすると、A1 の要素数は i-1 ですから、この x、i-1 これ何だかっていうと、x の定義、スモール x の定義から、これは、A の要素数が i-1 であるようなもの全体の、この A じゃなくて、XA の期待値の最大値ですから、その最大値に比べて、この XA1 の期待値っていうのは、小さいか、まあ、良くてもイコールにしかならないわけです。で、この最大値の定義からですね。いいですか？で、同じことは、この XA2 の方でも言えます。で、この数字は n-i になるということになります。いいですか？ということを考えると、この最強尾出しですね。最強尾出しにおいては、何が起きているかっていうと、ここですね。この部分。何が起きるかっていうと、AI プライムとそれ以外の要素は必ず1ヶ月ずつ比較されます。1ヶ月ずつ比較されるので、その比較において、何回その G が出力されるかっていうと、必ず N-1 回の、出力が行われます。G の出力が行われます。で、その後、最強尾出しにおいては、これですね。E の XA1 回。そして、E の XA2 回という期待値で、G が出力されます。けども、それは、この不等式があって、XI-1 プラス XN-1i 以下になるということになるわけです。よろしいですか？という形で、ここに書かれた不等式が、あ、えっと、不等式が、あ、不等式の形で全可式で得られるということになります。よろしいでしょうか？だから本来は、この上の式ですね。上の式から、直ちに得られるのは、xn イコール、i イコール 1n で、n-1 プラス e の xa1 プラス e の xa2 でかける n 分の1という形のものが得られるんですけども、この、e の xh、e の xn のところに、左に書いてある不等式を適用しているというふうに思ってください。いいでしょうか。で、これで、全可式得られたので、あとこれ解くだけなんですね。あ、どういう全可式かっていうこと、次にもう一度書きますけども。あ、その前に、これ整理してますね。すいません。何整理したかっていうと、この xi-1 と xn-i の和を取ってるので、まあ、それを整理すると、この形になると。各変数、各、その x なんとかが2回出てくるので、その2倍の xi になるという形になります。でしょうか。で、まあ、それまとめるとこんな形になるということになります。x0 は0で、xn は n-1 プラスは以下になります。で、これを、まあ、解いていくということになります。まあ、解いていくっていうのの話は先ほどと同じような形になるので、あ、だから、なんていうか、分母の n がやっぱり偉らしいんですよね。で、まあ、これちゃんと処理していくってことをやって、まあ、あと、まあ、これ不等式なので、まあ、この不等式も処理しなくちゃいけないんですけども、不等式の処理の仕方っていうのは、また、3回目の授業ぐらいの時に多分やってたと思うので、その話に似てるんですけども、こともちょっともう一回ちゃんとやってみたいと思います。もしかしたらやってなかったかもしれないので、それちゃんとやってきます。で、何かというと、この不等号がついてる、今この全可式があるんですけども、これを等号にした全可式という考え、数列で考えてみましょう。つまり、今この新しくこの t っていうのを作ってるんですけども、この t っていう数列は、この上の全可式と同じような全可式を満たすんだけども、その途中の、不等号が等号になっているような全可式を満たすと思ってください。で、そうすると、これ演習問題なんですけども、この時に xn と tn を比べると必ず xn が tn 以下になるということが言えます。言えます。
不等号を等号にした数列を考えると、それは、その、もともとの、数列の上階を与えるようになります。で、つまりがあって、tn の上階が分かれば、xn の上階となりますから、今からやってるのは、この tn が何なのかってことを調べるということをやっています。で、これによって、この xn の振る舞いを知りましょう、ということになるわけです。で、それを今からやっていきます。で、下の方の、この tn の方は、等号付きの、あと、等式で全部書かれている人化式なので、まあ、これは何とかなりそうかなっていう感じがするわけです。で、これをやっていきます。で、それを解いていこうとするんですけども、n が1乗の時にはこの式が成り立っています。ので、これ、まず n 倍するかな？あ、しませんでしたね。1個正常ずらしたものを考えて、n が0乗のところで成り立つ式を作りました。で、これで引きますかね。あ、で、ここで、上の式には n をかけて、下の式には n プラス1をかけるということをして、2つ式をここで得ました。出ました。で、これで引きます。引きます。で、下から上を引きます。下から上を引くと、n が1以上の時に、ここに書いてある式が得られるという形になりますね。この5のところがたくさんこう消えて、tn だけが残るという形になります。ここまでいいですか？まあ、ちょっと式眺めていただいて、確かに正しそうだなってことを確認してもらうということですね。いいでしょうか。で、そうすると、これ tn プラス1と tn しか出てきてない式なので、まあこれ解けそうかなって感じですけど、まあ2個完全化式って感じですね。感じで解けそうかなと。今、これ同じ式書いてます。同じ式書いてる、書いてまして、これ整理するとこんな感じになるんですけども、どうやって整理していくかっていうと、まず、これ書いてますね。2かける n プラス1、n プラス2で割ってます。これ何で言われるかっていうと、まあそうするとうまくいくかなんですよね。うまくいくかなんですよねってこと。この上の式これすごくいやらしいんですよね。なんか tn プラス1の前に n プラス1が出てて、tn の前が n プラス2で、なんかこの、あんまり規則がない感じがするんですよ。で、これを規則的にするためにこれ割ってます。で、割ったらこうなりました。で、これちょっと整理するんですけども、どう整理するかっていうと、ここで、この、二つの部分ですね。これをなんか、が、これ一つに思えるわけです。今、ここの下に書いてあるように、sn を2分の n プラス1分、あ、2かける n プラス1分の tn と置くと、この右側の方、これが sn になります。左側の方がこれが sn プラス1なんですね。って感じでうまく書けるってことがわかります。まあ、なんかうまく書けるように、この、割ったわけですね、ここで。で、それで置き換えたら、下のようになります、ということが言えます。この、分数の部分も、部分分数分解をして、簡単にしています。で、これは n が1以上の時に成り立つ式なので、s0 と s1 が何なのかってことも、一応、確認して、それが両方ともゼロになるということになります。で、あとは、何かっていうと、この一番下に書いたこの黄色で引いた式っていうのは、sn プラス1の n プラス1を sn にするとなんか前に出てきまして、まあ、こういう格好の式なわけですね。っていう感じなんで、まあ、この sn に対しても同じ式を当てて、適用していくと、この前にどんどんこの式が足されていくわけです。で、実際やってみます。今、これ先ほどの式と同じ式です。で、この sn-1 に対して同じ式を適用すると、こんな感じになります。また前にこの中につくわけです。で、これずっとやっていきます。で、ずっとやっていくと、最終的に s1 まで行くんですけども、そこで、余るのが、最後に作るのが3分の2-2分の1になりますね。そうすると、じゃあこの前の部分ですね、これ全部、これ足したらこれ何になるのかってことを、ちゃんとこれ確認したいわけですね。で、そうすると何になるかっていうと、ここに、n 分の2があるんですけども、それに対応して、ここにマイナス n 分の1って書いてきてます。で、こういう形になったわけです。だからこれ書いてみると、初めにあるのが n プラス1分の2マイナス n 分の1です。で、その次にあるのが n 分の2マイナス n マイナス1分の1なんですね。で、こんな感じで1個ずつなんかずれていって、n マイナス1分の2マイナス n マイナス2分の1。こんな感じになったわけです。で、点々点と続いて、最終的に、プラス3分の2マイナス2分の1。
今出てくるわけですね。で、そうすると、ちょっと色変えますけど、そうすると、色変えて大丈夫か。そうすると、ここの部分ですね。ここの部分足すと、n 分の1が出てきて、ここの部分足すと、n 引く1分の1が出てくる。だからこんな感じになったわけですね。ここもなんかそうと、ここを足すと、n 引く2分の1とか。ということは、こう最後の部分は、ここ足すと、3分の1が出るということがわかるわけです。よろしいですか？で、これまとめると、次のページで、こんな感じになると。ですね。この、今、青で書いた部分、ここですね。で、S1 はこれ0でした。って形でこうなります。で、もう少しまとめると、まあ、こんな感じになると。何かというと、まあ、調和数を使って命令書こうとすると、まあ、こんな感じになります。ということになります。まあ、ちょっとこれは確認してもらう必要がありますけども、ちょっとこれを信じてください。時間がないので、これ信じてくださいということになります。で、そうすると、これで SN が分かりましたということになります。で、SN、今分かったことをこれ書きました。こうなりました。SN。こうなったことが分かります。で、SN は何だったかっていうと、これ TN から作られたものでした。TN は何だったかっていうと、これですね。SN を何倍化したものってことなので、それ、分かった SN っていう形を、ここに入れますと、右に書いてある式が得られます。ですね。よろしいでしょうか。で、HN プラス1っていうのはだいたい、ログ N だったわけですね。なので、まず結論としては、XN っていうのを、解析したかったんですけど、それは TM で上から押さえられるということを先ほど言いましたから、これで、XN の状態が分かりました。ということになります。で、まあ、オーダーで言うと、HN プラス1っていうのはログ N ぐらいなので、それで、このような式が得られて、ログ N の前に N プラス1っていうのがあるから、これでオーダー、N ログ N だということが分かるということになります。結論ですね。よろしいでしょうか。まあ、ちょっと最後、計算駆け足になってしまったので、細かいところを追えなかったかもしれませんけども、スライドには全部書いてあるので、もう一度見直してみてください。で、これで、クイックソート、その乱択クイックソートの計算量、つまり、この場合は比較回数ですね。比較回数がオーダー N ログ N という期待値になることが分かりました。で、実際、期待値を大きく超えるような、比較回数になるってことがあんまりないってことも、先ほどの、チェルノフ境界の技法のようなことを使うと証明できますけども、ちょっとそれは、これは、ちょっと大変なので、それは、そういうことが言えますよってことだけを紹介して証明はしないことにします。はい。で、じゃあ、これで、今日やりたかった話、終わりで、もう一度、今日何をやったかってことを説明すると、ランタクアルゴリズムっていうのは何なのかってことを説明して、特に、全身問題っていうものと、ランタククイックソートっていうものを例にして、そういうようなアルゴリズムの解析をどのように行うのかってことの話をしました。はい。では、これで今日の、講義は終わりにします。ありがとうございました。